目がやられそう。こんなにライト焚いたら目がやられる。おはようございます、皆さん。おはようございます。おはようございます。今日もサラサラヘア。あー、今日結構サラサラよ。エッセンシャル使ったけんサラサラよ。朝風呂？朝風呂はしてない。さっき起きた。じゃあ今日ほらちょっとうねっとるやろ。髪の毛がちょっとうねってる。昨日はこれを使いました。こっち。量が最近多いんです。量もです。4つある。モーさん、のぞみ4号さん、ハートありがとうございます。あ、後ろはちょっと見ちゃダメですよ。今日テスト頑張る。大丈夫、ふみとちゃんならできるけん。ファイティーン。ノーノーさん、モーさん、ハートハートありがとうございます。おはよう。今日は寝ないよ。目標、まあ、ちょっと30分くらい寝るかもしれんけど、とりあえず配信終わったらメイクをして、そこからいろいろやって、キャッチ機会にね行きますからね。今すっぴんマジか。え、そうだよやばい、すっぴんマジでちょっと見せんなよみたいな感じ。チキも撮ったの、まだ撮ってないんですよ、チキ。だから今日パシャパシャするよ。今一番付属してるもの、なんだろうな。皆さんの愛、
オリオン隊パシャパシャ。愛は溢れるほどあるよ。それを伝えてください私に。じゃんじゃん。今日カレーの日だ。あ、今日カレーの日でした？カレーの日なの？カレー食べたい。昨日スープカレー食べたんですけども惜しい。昨日だねそれ。今日なんだよ。今日なんだ。え、これ食べたい。何カレーかな。何カレーがいいだろう。あ、福神漬け。福神漬けがいっぱいあったらなんもういいやって感じ。カレーはね、そう、福神漬けで決まってくるからそう、カレーの福神漬け本当に美味しい。もうさ、ルーの中にこう福神漬けを入れてそれをもう食べるんですけど、それが一番美味しいですね。味も何のトッピングもいらない、いらないんです。そう、福神漬け入れない人逆に。ああ。じゃあもう相性バッチリだね。言うたね、言うたとご飯食べに行って、多分福神漬けってついてくるじゃん。それ全部私がもらうけ。ありがとう。白い服でカレーうどん。ああ、まあ私にかかればその白い服で食べても絶対にこうこぼすこともなく跳ねることもなく私は食べることができると思うので、綺麗に綺麗さっぱりに食べれると思うので、私は全然余裕ですけど。そんな、カプリングの振りは覚えたの？カプリングの振りは覚えたよ。うん、瞬間すうと過ぎてゆくよ、できなかった何か残して、そしてまた次にめくるまで、次のチャンス待つんだ。相変わらずと空を見上げ、今度こそはと違うものなのか、花は咲いて散って、また咲く日まで、君のことは絶対忘れないよ。君のことは絶対忘れないよ。だって
かちゃんのいかついダンス。とかちゃんのいかついダンスですかね。いかつい？オラオラしてるよね、私のダンスって。ダンスしてるときにめっちゃしてるって、もうめっちゃそれ気になるじゃん。何何だった、何してた、私何してんの。ふさん、ハートありがとう。ポンタダルマありがとうございます。いやね、みんな星なんだよ、だからかわいい。ねえ星になる、みんなが。あ、ドヤ顔、ドヤ顔って言ってたの。それがめっちゃする。え、いやウインクは違う、ウインクも打ててんじゃん。え、ちょみんなドヤ顔って打ってみて今。全然違うじゃん、ドヤ顔じゃないじゃないのこれ。打てるじゃん、みんな。ほら。ドヤ顔じゃないね。なんだ？なんだったんだ？あー、ひろのりくん、それが気になるんだよ。その星だよ、でしょ？その星がめっちゃ気になるの。いや、だからね。そう、その星がね、それ星なの？もしかして。あ、もしかして星めっちゃしてるよねみたいな。あ、どうやん？ん？違う、え？ん？あ、星で、星が星なんだ。あ、星らしいです。珍しいです、ありがとう。 あ、そうめっちゃね、そう星めっちゃしてるんよ。星めっちゃしてるんでね、そうですね、いかつい。やっぱダンスしてる時、そう星がいっぱい、うん、キジさん可愛い、ありがとうございます。もうさん、ハートありがとう。ハート、ちょ、飲み物取ってきていい？
口眠いからもう一回寝るにゃ。お、オッケー。おやすみなさい。また。今日も一日頑張って。クロスは今日持ってない、今日持ってない、今日なかったよクロスで、そこ見たら入ってなかったって。いやよね、引き換え間に合うように、ありがとう、間に合うようにとか考えてくれて嬉しい、ありがとう。もう先に読んでたらごめんね。マックスが小島さん。ハート。ありがとうございます。キッドさんハートありがとうございます。短編付き、短編付きやったらね、あれだよ、めっちゃ長くなるけどね、のんびりのんびりのんびりしてるけ、めっちゃ長くなる。席欲しいって嬉しい、そう言ってくださるのはすごい嬉しいですね。お願いします、ぜひ受け取ってください。しおさんハートありがとうございます。今夜よろしくね、こちらこそ、きぬくんよろしくお願いします。今夜はじっくり楽しみですね。50カウントありがとう。忍者のハイジさんブレックファースト食べました皆さん、うん、サボら入ったら体がポカ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 してるの。眠たくなるんじゃない、ね、あんよが上手、あんよが上手、おねんねしなさい。今日の昼ご飯は何の予定、パンケーキおしゃんでしょ、私もまだ一応絶景
あれ食べたい、エッグベネディクト、ディグだディグだディグだディグディグディグだ、知ってる、知ってるわけないか、でも知ってる人いるよね多分。エッグベネディクト、そう、あれおしゃんだよね、エッグベネディクト。どうやって作ってんだろうね、美味しそう。みなちゃん、卵かけご飯食べますか？もう大好きよ、卵かけご飯を。もうこのあの世の中にそれだけあったらもう私はあの元気ですって感じ。もう卵かけご飯は本当に美味しすぎる、あれはダメですね。あんなにもう卵かけるだけなのにあんなに美味しくなるんですよ、お米が。お米がもうさ、もう元から美味しいのにさ、もうダメ、めっちゃ美味しい。そこにその醤油をねかけるんだけど、その醤油もまたね、こういろんな醤油があるじゃないですか、やっぱ最近は。そういうのでいろいろ食べてみたい。あの卵かけご飯用の醤油とかあるじゃん、あれちょっとね食べてみたいんですよね。あ、何が違うかなって感じ。え、そう、でも私は卵かけ納豆がすごい大好き。卵かけ納豆をかけて食べます、ね、卵か納豆卵かけご飯、納豆もつけるんです。だから醤油を入れないんですかね、醤油、うん、醤油入れてなかったです。納豆のそのタレで食べる。めっちゃ美味しいよ本当に。卵かけご飯専門店、専門店なんかあるの？専門にしちゃって？今日ガリレオ時計2つ下がってる。なんのか分かんないけど。今日は暖かいってことですね。あ、今日金曜ロードショーか、金曜日か今日。いや今日の金曜ロードショー見ないかも。え、今日なんだっけ、あれエヴァだよね。エヴァはちょっと見ないかも。エヴァね、ちょっと見れないね時間的には間に合うのかな、どうだろう。エヴァめっちゃおもろいってみんなからよく聞く。だけだからでもね、今もなお愛されてるんですよね。
人気なんですよね、エヴァ。あんたバカ？やってたね、アスカちゃんのコスプレ。私そういや、超ポップなアムロ。アムロ行きまーす。めちゃめちゃポップになったよ。原宿にそんな。アムロ行っちゃうよ。USJ 行ってらっしゃい。ミステリーじゃなかった。ドーナツカステラ柿の種。マーベラス、どれだけ食べてもゼロカロリー。マーベラス、マーベラス。牛タン、なんとかずんだ餅。マーベラス、マーベラス。ちょっと何言ってるかわかんない。ちちちちち。ちょっと覚えてない。これ知らない？めっちゃ前だね。多分めっちゃ前に TikTok で流行ったんよ、これ。ドーナツかキャラかきの種。アーブラッシュ、アーブラッシュ。どれだけ食べてもゼロカロリー。牛タン水煮鍋、水鍋、水。ずんだ餅。モーリーファンタジー、モーリーファンタジー懐かしいね。よくモーリーファンタジー行ってたよ。淡路島の洲本のあのイオンの中にあるモーリーファンタジー遊んでたもん。なんかあのさ、ちっちゃい子が遊ぶようなさ、子供用のスペースあるじゃん。あそこで遊んでました。ダンス通ってたところがね、洲本だったから、もう、めちゃめちゃよく行ってたんですよ、イオンのモーリーファンタジー。普通にすごいゲームあるじゃん。で、私その時ね、すごい本当ゲームめっちゃハマっとって、なんだろう、あのプリティリズムっていうさ、12時間配信の時に見せたんだけど、このハートのストーンを使ってやるやつなんだけど、私がやるの基本リズムゲームだからさ、とか
やってたり、もう本当にすごい量やってて、あとアイカツ、アイカツもやってました。そう、お父さんからお金もらってみたいな。で休日、土日になると、土日もまあレッスンがある時とか、レッスンがない時はお父さんの仕事の用事で洲本の方まで行くことがあって、でそこで結構時間がね、2時間ぐらい、2時間かな、分からんけど、結構時間空くのね、そのお父さんお仕事ちょっと行っちゃって、だからそこまでの間でなんかお金渡されて読めてた何回やってたんだろうね。1000円はやっただけ10回、いやでももっとやってたかもしれない。でもまあ総括あ、総合的にやったらもうめちゃめちゃすごい量やってます。もう本当にすごいね、本当に懐かしいですね。その時があったんです。お父さんがすぐ、お父さんが来たら音ですぐ分かるんですよ。あ、これお父さん来たって思って、パッて見たらお父さんがいる。クレーンゲーム、あ、もうそんなクレーンゲームなんかにね、もう目もくれてなかったです、その時は。もうあのカードゲームとかしか、もう目がいかなかったですね。わーってすぐ駆けつけて、あ、ゲーム、わーって言ってましたそう、カードゲームとかする以外にはあのメダルのゲームやってましたね。メダルのゲーム両替して、メダル出てきて、メダルでこうやってやって、でなくなってみたいなそうで、ゲームセンターの隣にあのフードコートがあったんだけどね、フードコートいつもそこでなんかめっちゃもう美味しそうなのがいっぱいあるのね。もうクレープとかそういうともろもろいっぱいあって、でも私お金持ってないからもうゲームに全部使っちゃったっけね。もうはぁーって食べたいとか言って、お兄ちゃんとやってました。昔子供ですね、子供です。まあ今もまだ子供なんですけどね。この間いつか忘れたけど、ゲーム久しぶりにカードゲームやったんですよ。しかもドラゴンボールのドラゴンボールを やりましたちょっと前に。え、そう、楽しかった。だからやろうかなと思ってまたやっぱね、カード出てくるの嬉しい。カード出すっていいね、やっぱ運試しっていうかさ。まあその時出たのチャオズだったんだけど、チャオズが出ましたそう、カードライセンスがね、私持ってたから、カードライセンスというかあのバヌパスカードを持ってたから、それをねピッてやって自分登録されてた。もう一回やってたそうちゃよ、けんさん、さよなら。
デュエルマスターズ、デュエマ、デュエマはお兄ちゃんがすごいやってて、でそれで一緒に相手してたみたいな。お兄ちゃんの相手をしてたみたいな感じ。デュエマはそう、でも今もやってると思う。お兄ちゃんカード持ってる、いっぱい。遊戯王したことない。うん、私は遊戯王とポケモンと、うん、そう、ディエマかな。ディエマ結構むずいよね。なんかストーンとか置いたりする、うん、兄者の子守り。はい、兄者の子守りしてました。ひなちゃんとゲーセン、いや、ひなちゃん何もせんやろ。だってゲーセンとね、あれね、あのミツとさ行っとったよね。私メダルゲームしに行ってた。結構前じゃない？結構前だけど、結構前の話になるけど、太鼓の達人とかいいね。なんか JK 感ある。てか普通に本当にさ、なんか学校終わりにさカラオケとかさ、すごいやってみたかったね、やっぱ人生の中で。え、ちょっとさ、今日カラオケ行かない？いいね、行こうよ。そんな会話をねしたかったですよ、やっぱ。そう、 JK といえばもうゲーセンか、そう、ゲーセンのプリクラか、あとカラオケかみたいなね。パンピオのプリクラしないの？そんなしないね。やろうと思えばやる。やろうと思わない、多分2人。さあ、ああいうのとか、あと交換日記とかありました、皆さんの中で。私あったんですよ、小学校6年生の時、間違えた、小学校の時かな、6年生ではないけど、小学校の時に交換日記というものがありまして、それを仲いい3人組、仲いい3人か4人かそれぐらいで回してたんですけど、ずずずず、そう。難しいでしょ。何続いたの？分かんない。でも本当めちゃめちゃ適当なこと書いてたと思う。なんかその日にあった出来事書いて、いや、これ何々がめっちゃおもろかったってとかしか書いてないと思う。別に難しい。スクールカースト上位、私中間真ん中かな。はい、じゃあ私の配信はこれにて終わろうと思うんですけど。急に。今日はあの怠け者さんのお誕生日です。はい、では怠け者さんお誕生日おめでとうございます。せーの、やばい、これもやばい、私もう手が、うわ、もう手が絶対これ匂う。
ビューティフォー。はい、ということで、ありがとうございました。今日は夜にあのチェキ会がございますので、チェキ会に申し込んでくださった方とかだったら、今日ねぜひ配信見てくださると嬉しいです。まあ参加してないけど、でもみえちゃんの顔が見たいっていう人も全然大歓迎なので来てください。お待ちしてます。何時から？6時かなだけはしますけど、ちょっとまだあれ6時だったよね、分かんない皆さんもね、今日一日お仕事が、あると思うので、あると思いますので、皆さん今日はね、金曜日なので、花金ということで頑張っていってください。まあ、土日休みない人はね、休みじゃない人は頑張って土日休みな人はもう今日行ったら明日明後日はもう休みなので、もう今日は思う存分やり残すことなく頑張ってください。では皆さんありがとうございました。またミューの朝配信でお会いしましょう。にっくん、じゅんに、ときぴたさん、じゅういち、ズームレンジさん、じゅうい、ぐみちゃん、きゅうい、ろこぼこさん、はち、ふっさん、なない、コスモライトさん、6位、ふうさん、5位、なつみかんさん、4位、なおなおさん、そして第3位が、ほんた、ありがとうございます。第2位が、もうさん、ありがとう。そして今日の第1位が、のむさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さん、とてもとても大事なことを忘れてましたね。はい、おくばせながら、本当におくばせながら12月の室内部のランキングを発表していきたいと思います。じゃーん、100位ダブルオーさん、飛んだね、はい、川巻美奈さん、シアさん、ヤーさん、ピーパンさん、あ、関脇かあさん、ヒロくん、カイノミさん、ポチちゃん、ミキの宗師さん、夢の玉ねぎ農家さん、可動域ゆうなさん、バナナオレンジさん、アグネスちゃん、岡山の2106さん、激辛おやじさん、いつでもスマイルさん、そう、クキモンバースト王さん、やっさいやっさいにみそやっちーさん、ピンピンさん、ミスミさん、たまきくん、かみやたん、よういちろう、ピースターさん、くるくるさん、
今日もくるくる。あかつきさん、確定ちゃん、とっさん、たけどんさん、オーロラドリームさん、にっくん、わたるさん、クロワッサン、上丸さん、トビさん、あ、レイモンドさん、あっくん、ホリちゃん、みんなで71日目、空色のコウノトリ。わかんない。徳松さん、トウルくん、カヤトさん、マッキー、マサミさん、キジムナーさん、アマツカさん、タカスケさん、ロコポコさん、領域展開、夏美香さん、セッキーさん、ディジェジ君、赤川きんにこさん、ワルプルギスの夜さん、本店さん、ハゼトンさん、シンくん、ピータスさん、ジャガー XJ10V8、 ノーノーさん、明日チキ会よろしくね、あ、よろしく、オレンジさん、ハギさん、ハルさん、みゆみゆ恋人公認で、しんくん、三財さん、みゆなちゃん好きすぎ、りょうさん、ジェントルくん、くまには落ちないさん、はらさん、わっちゃん、ともさん、しんちゃん、けいかいさん、マックスがごしもさん、つぼみさん、世紀末ラオウ、世紀末覇者ラオウさん、スノーヒルさん、マッコイさん、一人飛ばした、シミケンさん、アベルさん、西ひなさん、バナナの隣さん、神谷さん、たかちゃん、たーくん、たまびなさん、小麦粉さん、しんくん、なおっちゃん、あんぱん、ようちんさん、ぽんた、
ジョネさん、モーさん。では第3位、メンドックスさん、ありがとうございます。そして第2位、エさん、ありがとうございます。そして今回12月の第1位はチリちゃんです。チリちゃん、いつもありがとう。はい、ということで、12月もやってくださった方ありがとうございました。そして1月もね、もう終わるんですけど、はい、1月もね、たくさんたくさんやってくださってる方本当にありがとうございます。皆さんのおかげで本当にいつもいつもこうやってて、当たってすごいいつも嬉しく思って、いつも好きな好きなそうって連打してるんですけど、どうか受け取ってください。はい、ということでまたね、いっぱいこれからも室内部たくさんやっていきましょうね、みんなで。はい、では皆さん、また明日の朝配信でお会いしましょう。バイ。